はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では前回に引き続き、コンガのリズムパターンの作り方について解説していきます。はい、今回は前回の内容を発展、応用させる内容になりますので、まだ前回の動画ご覧になってない方はですね、そちらからご覧になってみてください。で、前回やりました一つ一つの文字っていうのを組み合わせることによって、今回いよいよリズムパターンっていうのを作っていきます。で、今回やるのは1文字から始めて、2文字、3文字、4文字まで、やっていきます。で、最終的にはですね、そのやる音楽に合わせて自分で好きなリズムパターンを作り出せるっていうのが理想だと思いますので、今回はですね、その取っかかりとして、こういう風に作るんだっていう参考にしていただければと思います。はい、ではまず一文字の場合やってみましょう。16文字の中から一文字選んで、その黒丸にオープンかスラップを入れると。で、それを繰り返すことによって、もうそれは立派なリズムパターンになります。例えば文字 C を見てください。C は1、2、3、4の3が黒丸ですよね。で、この3を今回スラップで叩きますと、はい、ティキパキ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 と、裏打ちするようなリズムパターンが出来上がりました。こんな感じでですね、文字にオープンかスラップを入れて、それを繰り返すというふうに作っていきます。同じ要領で文字 G を見てみましょう。G の3、4。これを両方ともスラップで叩きますと。はい、こんな感じで作っていきます。で、文字一文字の場合はリズムとしての周期がとても短いので単純なものになるんですけれども、ここからですね、文字数を増やしていって、だんだんバリエーションをつけていきます。では続きまして、二文字の場合でやってみましょう。まずは C、G でやってみます。C の3をスラップ、G の3、4をオープンで叩きます。はい、どんな音楽でも結構相性がいい典型的なコンガのパターンが出来上がりました。では次は G、C でやってみます。G の3をスラップ、4をオープン。で、C の3をオープンで叩きます。はい、これはスペインのフラメンコやタンゴで使われるようなリズムパターンです。では次は M、C でやってみます。M の1、4をオープン、3をスラップ、C の3をスラップで叩きます。はい、次は N、I でやってみます。N の1、2をオープン、4をスラップ。I の1をオープン、3をスラップです。はい、このように、言ってしまえば、オープンとスラップの組み合わせで、その間をずっとクローズトーンで埋めているっていうだけなんですけれども、もう文字二文字になっただけでもですね、かなりたくさんのリズムのバリエーションというのが作ることができます。では続きまして、文字三文字でやってみましょう。このあたりからちょっと難しくなってきます。では文字三文字最初はですね、C、E、M でやってみましょう。C の3がスラップ、E の1、2がオープン、M の1がスラップ、3、4がオープンです。はい、実は文字3文字の場合っていうのは 4×3 が12なので、1回の周期で12打叩くわけですよね。これっていうのはですね、譜面で書くと8分の12拍子、あるいは8分の6拍子になりますので、いわゆる86とかアフロビートと呼ばれるようなリズムになります。では次、もう少しアフロっぽいリズムやってみます。I, J, B で、I の1がオープン、3がスラップ、J の2、4がオープン、B の2がスラップです。これは実は、タッタッツタッタッタッツタッタッツタッタッタッツってですね、ベンベクラーベっていうアフリカルーツのクラーベに乗ったリズムパターンになります。では次は F、H、J でやってみます。F の2がスラップ、3がオープン。H の1、4がスラップ。J の2がオープン、4がスラップです。はい、ちょっと難解だとは思うんですけれども、これもアフロビートと非常に相性がいいパターンになりますので、ぜひ覚えておいてください。では続きまして、M、F、N でやってみましょう。M の1、3がオープン、4がスラップ。F の2、3がオープン。N の1、4がオープン、2がスラップです。はい、これは、ドットパッド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 っていうですね、シャッフルのようなリズムパターンです。はい、ではラスト、文字4文字でやってみます。まずは I、J、C、G やってみます。I の1がオープン、3がスラップ。J の2がスラップ、4がオープン。C の3がスラップで、G の3、4がオープンです。はい、これ後半の CG は2文字の時にやったリズムパターンと全く同じです。この CG にちょっとバリエーションをつけて周期を長くしたようなリズムパターンですね。で、具体的に言うとキューバのソンゴっていうリズムのバリエーションのうちの一つなんですけれども、これは非常に使い勝手がいい。まあ僕も今でもですね、めちゃくちゃよく使うパターンなので、ぜひ覚えておくといいと思います。はい、次は INCG でやってみます。IN すべてオープン。C は3がスラップ。G は3、4がオープン。後半の CG はさっきと同じですね。はい、これはキューバのモザンビーケというリズムをちょっと簡単にしたパターンになります。前半のタン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 っていうのがですね、特徴的だと思うんですけれども、まあ、ダンスミュージックなんかに非常に相性がいいパターンになります。では次は A、H、B、A でやってみます。A はオープン、H は1がスラップ、4がオープン、B はオープン、A はスラップです。はい、これはドラムセットで叩く16ビートのようなリズムパターンです。で、このようにですね、ドラムセットのパターンをそのままコンガに置き換えて叩くっていうことも非常によくやります。で、やり方は簡単で、4文字だったらですね、2文字目と4文字目の頭の音をスラップにすればいいんですね。で、これがドラムセットでいうスネアの位置になりますので、あとはですね、オープンの音をどこに置いても、それなりにドラムのパターンのように聞こえると思いますので、いろいろですね、変えてみて、試してみてください。はい、では4文字ラスト、I, J, B, I やってみます。I は1がオープン、3がスラップ。J は2、4がオープン。B はスラップ。I は1、3がオープンです。はい、これはブラジルのパルチードアウトというリズムです。で、ゆっくりやるとボサノバでも相性がいいようなリズムパターンになります。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。いかがでしょうか？できましたでしょうか？おそらくですね、3文字、4文字あたりからだんだん難しくなってきたと思いますので、今回の内容はちょっと難しかった、消化しきれなかったという方はですね、また時間がある時でいいので、じっくりと見直して確認してみてください。一応ですね、リズムの作り方っていう体で、やってきたんですけれども、今回紹介したリズムっていうのは、どれもコンガでやるオーソドックスなパターンになりますので、どれかですね、最初は自分が気に入ったパターンを選んでいただいて、それから練習して、そこからですね、だんだん文字の組み合わせを変えていって、自分なりのパターンを作ってみるっていう練習をしてみてください。で、どんなに複雑に聞こえても、基本的にはオープンとスラップを組み合わせて、その間をクローズで埋めてるだけなんですね。だから叩き分けることさえできれば、どんなリズムパターンでも叩けてしまうと。で、その叩き分けがやっぱり難しいので、前に挙げましたですね、今回で必ずやるべき基礎練習っていう動画も合わせて見ていただいて、綺麗に叩き分けるように練習してみてください。実はもうここまでの内容をしっかり消化すれば、どんな音楽ジャンルでも、どんなセッションでもですね、演奏できてしまいます。で、次回以降はコンガの演奏の表現をもうちょっと深掘りするっていう形で、今までですね、意図的にやってこなかった、ヒールトゥーだとか、もう1本増やした場合、コンガを2本にした場合、3本にした場合っていうですね、演奏のアプローチについて解説していきますので、お楽しみに。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションに関する情報を発信しておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。